インパルス。レコードは ABC パラマウントレコードのプロデューサーであったクリード・テイラーによって1960年に設立されたジャズレーベル。現在はユニバーサルミュージックグループのバーブミュージックグループの一部にあり、再販のみのレーベルとなっている。見開きのジャケットで黒とオレンジ色で統一されたデザインが特徴的。多くのアルバムは ボブシールによりプロデュースされており、ルディバンゲルバーがサウンドエンジニアをしている。フリージャズのレーベルとして有名だが、ベン・ウェブスターやベニー・カーター・トースウィング、モダン等にも範囲を広げており、1960年代後半にはフュージョン的な作品もリリースしている。しかしこの頃には、第1弾で主力アーティストのジョン・ホルトレインの死去により、減退 1970年代には彼の未公開演奏のアルバム化したりするが活気は戻らず、1970年代後半には新婦を発表するのをやめた。後にプロデューサートミーリ・ピューマにより活動を再開し、音源を再発し始めた。また、古くからのアーティストマッコイ・タイナーやジョン・コルトレーンのカフ・アリス・コルトレーン等を中心に新録音も再開していた。現在は、 カタログの再発のみ行っている。ありがとうございます。